はい、どうもちらです。今回の動画はコラボ動画となっております。コラボのお相手は春巻さんです。春巻さんのチャンネルの URL を概要欄に載せてあります。そちらでもコラボ動画上がりますので、よかったら見てください。今回はコラボ動画ということで2人で企画をしてきました。今回の企画、グループ通話で通話してた女の子2人がいつの間にか男の子2人になってたドッキリ、イエーイということで説明省きます。それでは本編どうぞ。こんばんは。もしもーし。あれ、もしもし。聞こえますよ。下ネタ話したかったんですか？下ネタ話したかったです。いや、なんか下ネタ話したいんだってって言ったらめっちゃ笑ってたんですよ、このマキちゃんが。マキちゃんはこれ聞いてるんですか？マキちゃん聞こえてますね、多分。マキちゃん、喋らない。さっきまで話してたんだけど、トイレ行っちゃったかも。え、なんで？え、なんで？おかえり。え、聞こえます？聞こえますよ。あ、よかった。二人とも声めっちゃ似てますね。本当ですか？よく言われます。え、二人何歳？二十歳です。二人とも？うん。高校の友達とか？あ、大学。下ネタめっちゃ話したかった。話したらどういう反応するんかなみたいな。小学生か。え、ジュリちゃんとマキちゃんあれだよね、レースとかじゃないよね別に。あ、恋人同士2人。なんでそうなった？違う。うん、あ、そうなの。恋人同士の方が燃えた？ちょっと燃えた。ゆくゆくは、ゆくゆくは何ですか？え、今ゆくゆくはって言った？いやいやいや、言ってない。言ってないです。今喋ってるのがジュリちゃんよね。違うな。あ、マキちゃんの。え、ジュリちゃんは？え、もしもし。こっちがジュリちゃん。こっちがジュリちゃんです。マキちゃんは？こっちがジュリちゃんです。こっちがマキちゃんです。同じ。え、そんな似てる？うん、似てる。じゃあ見分けテストしよう。見分けテスト。今喋ってる方はどっちでしょうか？ジュリちゃん。今喋ってる方がマキちゃんです。あ、これがマキちゃん。オッケーオッケー。うん、でこっちがジュリちゃんです。ジュリちゃんもう一回喋って。もしもし、聞こえますか？あ、聞こえる。こっちがジュリちゃんです。これあれじゃない、あのスマホを2台持ってて一人で二つやりとりしてるとかじゃなくて。え、どういうこと？いや、ないないない。どういうこと？どういうこと？二人同時に喋れますか？どういうこと？あ、本当だ。あ、本当だ。二人同時に喋ってる。壮大なドッキリ仕掛けてませんけど。あ、ジュリちゃんとマキちゃんってさ、M の男ってどう思う？M？ M、うん。S か M の M。M サイズは標準的でいいと思います。うん。いや、でも。マゾってこと。マゾ。マゾ、え、マゾってどういう意味ですか？うん、マゾって、あ、魔女？魔法使う人？踏まれて喜んだりするやつ。ナグラを掴まれて喜ぶ人？ナグラを掴まれてってやつ？違うって。ナグラを掴まれて強烈なパンチを。じゃあいいや、その S とか M とかもういいや。彼氏いる？彼氏できたことないです。二人とも？うん、今さ、どんな格好してんの？すごいな、二人同時に口説こうとしてます。二人同時に何？あ、なんでもないです。あれ、今二人一緒にいるとか？いないよ。二人一緒にいて意味わからんだろう。
下のに履いてる。え、パンツ。パンツ履いてます。パンツ、2人とも。え、それはパンツ履くショー。ゆいちゃんは下パンツ。うん。まきちゃんは？まきちゃんは下ふんどし。ふんどし？どういうこと？男？まきちゃん。え、なになに？まきちゃんは下パンツ。ジュリちゃんは？ジュリちゃんは下ふんどし。ジュリちゃん男なの？なんでそうなる？ふんどし？なんかラグい？二人ともパンツ履いてますけど。ふんどしは冗談ってこと？言ってない。エロいね。え、タカさんは逆。え、俺もパンツ。エロくねえじゃん。一緒じゃん。一緒だし。違う違う、そうじゃない。男は別に良くない。ね、別に女もいいじゃん。女もいいじゃん。いや、女はパンツだけ。パンツだけだけじゃねえけど。上は何？シャツ。え？ T シャツです。 T シャツ、うん、画像を見たいとか言ったらダメ。タンズボン。こういうことやってんの結構。こういうこととは？こういう3人での会話みたいな。時々。うん、うん、何か問題か。いや、なんかあれみたいな、移動してお金をたかるみたいな自分曲みたいな。つつもたせな。そう。ねえよ。したことないよ。あ、ならなし。え、じゃあ喫茶店とか移動します？あ、怖いっす。してないから安心してください。なんか結構通話したりするんですか？うん、まあ暇の時は。そんなめっちゃやらんけど。うんうんうん。これがもういいの？そう。え、エロい話とか。うんうんうん、してる。え、どんな反応されます？いつも。あ、でもなんか別に普通に。なんかさっき画像を送ってもらうみたいな話して、結構送ってきてくれたりする人いるんですか？あ、喋ってなんかその手とか、うんうん、なんかそういう感じから、うんうん、なるね。うんうんうん、送ってくれ、送ってくれる。テクニシャンだね、ひろしくん。確かに。あ、なんて言った？あ、テクニシャンだね、ヒロシくんって。いやいや、全然でしょ。じゃあマジシャンだね。うん、マジテクニシャン。ん？テクニシャンやったらね、いいんやけど、テクニシャンじゃないんだな、これ。そりゃ困った困ったな。じゃあ私とジュリポンだったらどっちが可愛い？今喋ってるのはマキちゃんやね。ジュリちゃん喋ってみて。ん？ジュリちゃんやね、これ。なんて？ジュリちゃんはどっち？ジュリだよ。ジュリちゃんの男のタイプは？お金持ちな人。お金持ち。うん。マキちゃん。そうだな。でも割と性格が合えば。別にお金持ってなくてもいいかなって感じかな。めっちゃ悩むやん。めっちゃ悩むね。まあどっちもいいんじゃない。適当だな、うん、決めないのか。じゃあ俺そろそろ寝るね。え、なんで？え、明日早いからさ。だってまだ10時よ。もっと話そうぜ。朝早い。もうちょっと話そうよ。出勤がね、早いんだよ。いや、俺も仕事。俺も仕事仕事。みんな仕事よ。うん。明日何時起き？明日はね、一応5時、5時やね。ああ、5時か。じゃあ4時、4時半まで行けるな。うんうん。4時59分ぐらいまで行けんじゃん。行ける。なあ。ちょ、ちょ、これいつ、いつ、いつ？はい。最後まで見ていただきありがとうございました。
久しぶりのコラボ動画ということで、いろいろとね、手を込んだことしたので、ぜひここが良かった、ここが面白かったなどコメントいただけると嬉しいです。僕のチャンネルと春巻さんのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画で、したっけ？